ズーム上昇とは、飛行機が一時的に、機体本来の上昇率、上昇限度を超えた高度、速度で上昇するためのマニューバーを指す。F-104A によるロケットを利用した、ズーム上昇この時、飛行機は主に翼の揚力によって上昇するのでは、なく、エンジン水力と上昇前に飛行機が持っていた運動エネルギーで上昇する。この方法で、 多くの飛行機が高い飛行高度記録を樹立したほか、スクランブル発進における急上昇などで実用されている。この時もたらされる最高高度は巡航可能な高度を意味しないので注意。具体的な方法としては、まず機体を水平飛行における最高速度まで加速させる。その後機種を上げ上昇を始める。機種上げにより水平飛行における飛行機の 運動エネルギーは上向きに変換され、この運動エネルギーとエンジン水力によって機体は、本来の上昇率を超え急上昇するが、次第に空気が希薄になり、エンジンが水力を生み出せなくなるほか運動エネルギーが位置エネルギーに変換されることで速度が低下し、ついには砲弾のように落下する。このためズーム上昇によってもたらされる高度はあくまで一時的な、ものであり、 一般的な上昇限度を意味しない。ズーム上昇を効果的に行うためには、一般的な戦闘機のように高い水力重量比を持つエンジンとマニューバーに耐えられるだけの強度が必要である。この方法を利用して高い最高飛行高度記録を達成した例が以下のように存在する。ありがとうございます。